私が一番注目されてると今でも思ってますけど、これが最後とかそういうふうに思わず、そうですね、まあどうせドームは私のもんでしょう、以上。そうだ、ごめんね。いろいろありましたけど、頑張ります。東京ドームは女子プロレス全体が敵だと思ってます。スケールの大きい試合になります。一度タッグを組んで心配ないと
思うので、今度も行きたいと思います。工藤さんとのタッグで団体の枠を超えたいと思います。ドームの大きさに負けないぐらい高齢者と思います。うちは団体から2名と少ない存在感がして、頑張ります。よろしくお願いします。やるだけのことはやってきました。あとは20日を待つだけなので、よろしくお願いします。社会選手権の決勝が相手に決めちゃってますので、決勝が頑張ります。皆さん頑張ってください。浜口京子です。東京ドームという大きな舞台で、ね、すでにできることをすごく嬉しく思っています。20日は気合いで頑張ります。よろしくお願いします。とりあえず個人的に行動をお返しまして、東京ドームの記者会見で、無責任にバイト措置を起こしまして、関係者の皆さんに、ご心配をおかけしたことをお願いします。おかげさまで、キスの方も完治いたしましたので、20日当日は、4人で精一杯頑張って、新しい風を起こし、なおかつ、その続き、とりあえず、頑張ります。新しい風を起こせるように頑張りますので、お待ちください。それと当日は選手が全員、怪我で試合を、終えてくれることを、心から言ってます。頑張ります。ありがとうございます。とりあえず最年長でもありますし、昔のプロレスをお見せしたいと思います。遠くでは頑張りたいと思います。1回戦からの KO を目指して頑張ります。今回必ず優勝したいと思います。1回戦で井上京子選手と対戦することが決まったので、今から、いろんなことを考えながら、試合を運んでいきたいと思います。有田君選手頑張ります。今日実際にイーグル選手を見ましたら、かなりやっぱりでかい選手なんで、こうやって見てもきっと一番でかい選手だと思うんで、一番でかい選手と一番小さい選手ということで、まあ、イーグルを引っ掛け回してデブは足元に追われていきます。豊田選手どうぞ。皆さんの期待に応えて必ず私が優勝しますので応援してください。最後に出場を決まりました井上京子選手と呼ばれてくださいろいろありましたが頑張ります。ただいまより日本選手権トーナメント V トップウーマン認定セレモニーを行います。出場選手入場。最初は世界シングルチャンピオン全日本女子プロレスアジャコング。ジャパングランプリ94優勝者全日本女子プロレス堀田由美子。ジャパングランプリ94
校準優勝者、全日本女子プロレス豊田真奈美。JWP 代表ダイナマイト関西。LLPW 代表イーグル沢井。 FMW 代表コンバット豊田。そして特別推薦選手、全日本女子プロレス井上京子。最後に特別推薦選手、全日本女子プロレス北斗晶。選手が己の名誉と団体の威信をかけて女子プロレス界の頂点を目指し激突します。そのトーナメント1回戦の組み合わせは堀田由美子対コンバット豊田。北斗晶対イーグル沢井。アジャコング対トヨタマナミ。加えて井上京子対ダイナマイト関西に決定しております。それでは全日本女子プロレス協会上田慎二コミッショナーより認定宣言です。宣言、ただいまより東京ドームドーム頂上対戦のメインイベント、 JWB 代表ダイナマイト関西、 FMW 代表コンバット豊田、 LLPW 代表イーグル沢井、全日本女子プロレス代表アジャコング、北斗晶、堀田由美子、豊田真奈美、井上京子8選手による全日本女子プロレス協会認定 V トップウーマン日本選手権トーナメントの開会を宣言します。平成6年11月20日、全日本女子コミッショナー上田慎二。なお、このトーナメント優勝者にはご覧の V トップウーマンチャンピオンベルトが贈呈されます。この8選手の中からいよいよ今夜女子プロレス日本一が決定します。V トップウーマン日本選手権トーナメント、いよいよ戦闘開始です。以上でセレモニーを終了します。選手退場。第12試合はブリザードユキデビュー戦です。赤コーナーのそのブリザードユキ選手に来ていただいてますが、長谷川早紀江選手から改めましてブリザードユキ、このデビュー戦どんな技を見せてくれるんでしょうか。技は見てからのこれからのお楽しみなんですけども、はい、とりあえず長谷川早紀江の大好きなローリングソバとロコモーションはとりあえず封印ということで出さない、それで戦う、出さないで勝負します。はい、はい、どんなプレーが出るんでしょうか、期待したいところです。はい、さあそして青コーナーは吉田麻里子選手です。まあ、今日はこのマリちゃんブルーですけれども随分と派手ですね。はい、あのプレゼントしていただいたんで今日は張り切ってやりたいと思います。で今日はあのブリザードユキのデビュー戦の相手ということなんですが、はい、いかがですか、こういった形でこのドーム。あのブリザードユキ選手はどういうことをしてくるかわからないんですけど、自分はいつも通り変わらないで戦いたいと思います。
それからまたね、このドームで大きく大きくまた復活してほしいと思ってます。はい、頑張ります。頑張ってください。12試合ブリザード行きデビュー戦30分一本勝負を行います。はじめに青コーナーより全日本女子プロレス吉田麻里子選手の入場です。青コーナーよりブリザード由紀選手の入場です。
第12試合ブリザード雪デビュー戦30分一本勝負を行います。青コーナー全日本女子プロレス150パン吉田マリコ、赤コーナー全日本女子プロレス160パンブリザードゆきレフェリー浦山太一。さあいよいよ後半戦のスタートです。第12試合ブリザード雪デビュー戦30分一本勝負。まあ謎の覆面レスラーというね、漫画とのタイアップで生まれたこのブリザード雪、対するは、全日本女子プロレス吉田麻里子のシングルマッチということになりました。後半戦は解説はいつものように、スポーツライターの斉藤文子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあいよいよゴングです。そして、後半ゲストにはまずは南鈴鹿選手にお越しいただきました。南さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやオープニングどんな、ね、どんな感じで出てくるのかね。おっとまずはハイキックだ。さあそのまあねオープニングどんなコスチュームであるいはどんな演出で入場してくるかというのが一つ注目で、次はやっぱりファイトスタイルね。そうですね。どういうところにこのまあ長谷川との差別化というか、どういったブリザード行きのスタイルというのを見せてくれるのか非常に楽しみなんですけれども、あの覆面似合ってますよね。割とかっこいいですよね。あのぴったり顔に合ってるし、なんかマスクに表情があるというような感じがします。はい、さあそのブリザード行きついに東京ドーム初見山。そうは言っても相手の吉田選手も相当今日はよそ行きですね。ああなるほど。なんか雰囲気が衣装もそうでしたし、そうですね、水着もそうですしね、あのすぐ側転見せてくれましたし、はいはい、さあ吉田が逆に振り返して、おっと早くも三角飛びプランチャー。超満員の東京ドームのお客さんの拍手の後押しを受けて側転からエルボー。さあブリザード行きはちょっと口を押さえた。今度は足を畳んで肩逆エビ固め。南さんもこのブリザード雪っていうのはこの試合を見ないとどんなレスラーかっていうのは全く予備知識ないわけですよね。全然わかりませんね。あどんなところにこう期待します、南さんだったら。これは難しいんですか。うん、はい、中身は知ってるんですよね、どういう選手かっていう。いやもちろんもちろん。そうですよね、だから今使った技は一切使わないで来るんじゃないかなとは思うんですけど、うん、なるほど、ま、ダブルとこはしょうがないですよね。でもそれは同じ人間っていうかね、はい、ただこれはこういうのをやるとブリザードなんだよっていうのがあればよろしいんじゃないですか。でも新しい技を見せてくれるようなそんな予感が。それはそうですよね、はい、まあ、それがないとね。でも今のところなんかあの吉田選手の方が元気ですね。そうですね、まあ、開始早々に見せたあのキック系のね、はい、あの技ですけれども、はい、まあ、あの辺でこうなんて言うんでしょうか、個性を打ち出していこうというところなんでしょう。まあ女舞踏家というかね、そういうキャラクターですから。かっこよかったですよ、あの花道なんか出てきた時。いやいやかっこよかったですよ。いやかっこよかった、あの早変わりを見せてね、ちょうど歌舞伎の、はい、なんて言うんでしょうね、体がスラーっとしてる選手ですから、うん、衣装が似合ってるって感じがしますよね。さあ腕を取ったブリザード雪、まあ、少年エースでの連載とこう並行してね、こう実際にこう、おっと今のは何でしょうか。体を預けていって、ホルバタ系じゃないですか、はい、お円髄ですか。はい、やはりキック系、打撃系を主体にしていこうというのでしょうか、このブリザード雪。さあ叩きつけて、おっとローリングセンターン。さあカウントどうか。サマーソルトドロップ系ですね。そうですね、はい。さあニュートラルコーナー、セカンドロープから、おー強烈ミサイルキック、非常にバネのあるミサイルキック。動きそのものはでもまだ硬いなという気がします。そうですか、はい、ブレンバスターカウント1で跳ね返していった吉田麻里子。昔って言ってもそんなに前じゃないですけれども、はい、
重心サンダーライガー選手も、はい、東京ドームでデビューしたんですよね。そうですね、まあ、ちょうどあれもキャラクターが、ね、先に発表されて、そうです、どんな一体レスリングが見せてくれるんだろうというところで、ね、あの時も、はい、あのライガー選手でさえデビュー戦は75点80点の世界でしたから、う、はい、どうですか、南選手から見てね、はい、ブリザードユキの正体の選手はプレッシャーに強い方ですか弱い方ですか正体の選手どうでしょうね、でも結構大丈夫なんじゃないですかね。結構、そうですか、はい、かなりね、あんまりね、違うのをやろうとするばかりで、はい、ちょっと最初のドロップキック2つですとか、はい、確かに硬かったですよ、はい、硬いというのはぎこちないという意味の硬さですね。まあしかしね、デビュー戦ですからね、はい、このスタイルでの確かにあのコルバタとか、サマーソルトドロップとか、あの円錐切り系ですとか、はい、ハイキックですね、うん、少しアクセントを変えてきているという感じがします。こうメリハリの付けどころがだいぶ違いますよね、ええ、マスクもコスチュームも本当によく似合ってると思いますよ、はい、非常にこの体格の良さを生かしたデザインになっているこのブリザード雪のそうですね、漫画の方もすでに連載始まっているんですけれどもね。さあ逆肩指固め、まあこの東京ドーム5万人近い大観衆がそのデビュー戦の舞台にお膳立てされたということでね、今アリーナのお客さんから絞れ雪という、うん、あの声出ましたよね、はい、耳慣れないだけに新しさを感じませんか雪っていう、これからおそらく定着してくればくるほど、ね、まあ、ブリザードとかね、ブリザード雪とかね、そういう可愛いですよね、はい、うん、そういう姿勢になるんじゃないですか、はい、なるほど。南選手も改名しましたよね、はい、昔、はい、鈴木なんていうのと南っていうのやっぱ耳慣れるまで時間かかりませんでした。あ、なりました。誰のこと言ってるかね、今帰って鈴木って言われると変な感じそういうもんかもしれないですね、はい、なんか今日はなるべくゆきちゃんって。ゆきちゃん、はい、なるほど。あの正体の選手はゆきちゃんって言ってますね、自分のことそうですか、ね、さあそのゆきちゃんね、声援に応えられるかどうか。対するまりちゃんの方は復帰後どうですか、南選手。はい、最近のまりちゃんの動きというかね、まあ、試練7番勝も終わって、そうですね、最初にやった時よりは、はい、もうリラックスしてやってるとは思いますけど。そうですか、はい、今日はやっぱり大場所なんでね、まりちゃんの方が緊張してるかもしれないですね。あ、逆にね、はい、さあダブルアームの形からダブルアームスープレックス、さあカウント2、まあ、ドームですからこの村山大地レフリーの叩くこのマットの音がこだまするのがね、またドームらしくていいなという。お、張り手、お、張り手合戦からうまくくるっと体を丸め込んでカウント2。今のなんか本当に前女スタイルですよね、はい、完全にそれが新しいキャラクターでも何でも。ブリザード勇気がロープリフトがこれはまあかわして、おっと危ない。さあ人ものすごい取材陣のその密集地に、お、飛んだ振り向き邪魔ボディアタック、マリポーサ殺法をね、何かホーストさせるような振り向きざまの、そして三角飛びブランチャーを狙ったが、うん、これはブリザード記憶見ていた。おっと、お、対角線でのトペですね、今のは。この辺りはルチャ殺法、いや、あのね、コーナースレスレを飛ぶイホデルさんとトペさんと、あるいはね、シクロンとかね、何をして扱うか分かんない、ね、シクロンラミレスとかよく使う技ですけれどもね。あ、今度は仕切り直しで三角飛びプランチャー、おっと飛距離十分、いやいやいや、的確に捉えたんじゃないですか今のは。まあでも惜しみなく大技やってくれますよね。やってもう畳みかけますね、さあ、あるいはこの辺りでも勝負に出ているのがこの吉田麻里子、超高角度ジャーマンスープレックス、さあどうかカウント。ブリザード雪デビュー戦からどうやらかなり苦戦を強いられている、そんな感じがいたします。なんとしてもしかしこのデビュー戦は白星で飾りたいのがこのブリザード雪。
さあドロップキックから今度はブリザードのおっとおーノータッチトペコンヒーローだ。驚きました。いやいやいや、私は女子プロレスでね、このノータッチのトペコンヒーロー見たの初めてですよ。いろいろ考えてますね。驚きました、はい、驚きました。そろそろゆきちゃん出番かなって感じです。さあ、あ、ボディープレスはかわされてラーマヒストラルだ。ラーマヒストラル、これはどうか。おっと危ない、ブリザードユキ危ない危ない。しかし大技を出していく。お互いどうやら勝負に出ているが、この辺りのつなぎはうまい。身のこなしもどうやら武闘家というね、このブリザードユキの何かベールを少し垣間見たような、そんな身のこなしでありました。あ、フェイスクラッシャーをうまく今度は逆に脇固めに切り返していった吉田麻里子。ブリザードユキ対吉田麻里子、30分一本勝負。10分経過。さあ早くも10分経過。ここでまたグラウンドの展開だ。腹固め系なんでしょうね。あ、そうですね。左腕を両足にがっちりと服着て逆側の腕も固めている。腕の方はまだ取り切ってないんですね。はい、なんとかブリザードこらえているが、ちょっとロープまではまだ距離があるか。さあここでロープブレイク。さあ共にね、中盤、序盤中盤にかけて大技をかなり叩き込んできたので、この辺りでどういった技を繰り出すかというのが注目なんですけれども、危ない、おっと危ない危ない。ブリザードユキどうした。あわや回転エビ固めでカウント3というところをね、見るかというところでしたけれども。さあニュートラルコーナー畳みかけています、吉田麻里子。南さん、吉田麻里ちゃん結構今日はいいですね。頑張ってますね。あっと、なだれ式 DDT。 ブリザードユキこれは苦しい。おっと危ない、危ない危ない。さあここから、おっとかかと落としですか、ええ、やはり古武術をマスターしているというだけあって、今のはテコンドーの技をアレンジしたものでしょう。お、今のは反転しての、おっとカウント3、カウント3。12分1秒。高々でブリザードユキ選手のコールマッチでございました。今ちょっと場内が若干ざわめきましたけれども、いやいや、フィニッシュが唐突に訪れた、そんな印象がありますけれどもね。今のはトップロープからちょうど前方回転してセントンですか、そのままセントンみたいな、はい、背中から落とすような技でしたけどもね。いや、今私もちょっとここからでは吉田のどのあたりを捉えたのかブラインドでよく分からなかったんですけれども、さあ今ブリザードユキがとりあえずこのドームのデビュー戦白星で飾ったという一戦でありましたけれども、斉藤さん、はい、ブリザードユキ、どうですかね。デビュー戦としては合格点だけれども、はい、どうでしょうね、まだこれは始まったばかりですよということを、踏まえればよろしいんじゃないですか。なるほど、はい、南さんはどんな印象を受けましたか。そうですね、ちょっとまだまだ、ね、慣れてないから、なるほど、これからそこまで、ね、要求したら国っていうのは、はいはい、まあそれにしても見せ場は随所にあったというこの試合でした。はい、インタビュールームなんですが、インタビュールームの入り口のところでブリザードユキ選手がまだこちらに入ってこないような状況になっております。ちょっと入るのが嫌だというような、インタビューを受けるのが嫌だというようなことも言っているようですが、準備ができ次第インタビューの方は行いたいと思いますが、また一旦入り口まで来たんですが、
また戻るような形になっております。ちょっと気持ちの整理がまだついていないようなんですが、どういう心中なんでしょうか。ブリザード雪初戦は飾りましたが、何かまだ納得できないような表情であります。ブリザード雪選手が入場してきた時、なんかすごいかっこよかったっていうか、こう、まあ、アニメのキャラクターをやってるっていうのもあるんですけど、なんかでお客さんもそこでおおとかなって、なんかそれがすごい、なんかなんて言えばいいんだろう、こうアニメのキャラクターをやってますよね。なんかそういう意味でなんか本当にお客さんに夢を与えてるっていうか、なんか入場の時それをすごい思って、やっぱつくづくプロレスってすごいいいなと思いました。他のね、そういうのないですよね。やっぱ他のその漫画のキャラクター真似てやるなんてね、やっぱプロレスはすごい面白いっていうか、いいなと思いました。ドームということで自分自身どうですか、その緊張してましたか、それともいつも通りの試合でできたと思いますか。試合ですか。いや試合は、いやどうだったんでしょうね。自分自身上がってませんでした。いや、大勢のお客さんの前で試合ができるのがすごい嬉しかった。武道館の時も嬉しかったと思うんですけど、京都はどっちが嬉しいですか。いや、やっぱ武道館の方が嬉しかったかな。でも今日も嬉しかった。第13試合は V トップウーマン日本選手権トーナメント1回戦、赤コーナーの堀田由美子選手に来ていただいてます。相手がコンバット豊田ということなんですが、この1回戦どう戦ってくれますか。そうですね、もう1回戦はサンドバック状態で蹴りまくって、うん、KO してそれで終わりです。さあ、そして目標はズバリ。そうですね、このトーナメントに出るということは、出ることに意義があるんではなくて、うん、優勝することに意義があると思うので、うん、必ず私が北斗亜女を相手にして優勝します。はい、期待したいと思います。そして青コーナーは FMW のコンバット豊田選手です。さあ、1回戦は堀田との対戦、どんな、ね、パワーの技を見せてくれるか期待してますけれども、はい、パワーではね、もう今前回のところまで持ってきてるんで、それを、うん、目いっぱい見せれればとは思ってるんですけど、堀田の、ね、蹴りとの対戦になるかなという予想なんですが、うん、そうですね、絶対もう蹴りは使ってくるの分かってますから、ただその分かってるって部分でまだ大丈夫かなって思う部分はあるんですけど、はい、うん、だから蹴り本当に使う選手いないんで、自分な、ね、慣れてない部分があるんでね、そこら辺ちょっとあれですけど、でもパワーで押し切ります。はい、ガンガン行ってください。
全日本女子プロレス堀田恵美子選手の入場です。いよいよ始まります V トップウーマン日本選手権トーナメント、まずは1回戦第1試合であります、堀田由美子対 FMW コンバットトヨタ。斉藤さん、はい、いよいよね V トップウーマンのトーナメント1回戦が始まるわけですけれども、はい、まあ大方の予想いろいろね、まあ、予想はかなりいろんな各方面からですね、優勝の行方という形で報道されているわけですけれども、まずはこの1回戦どう見ますか。コンバット対堀田選手の顔つき見ますと、はい、勝ちに来る時のあの例の顔をしてますよね。勝ちに来る時の顔、はい、なるほど。あ、今日はニューコスチュームで2人ともニューコスチュームじゃないでしょうかね、はい、またあのサムカインドミラコってありますよね、あの曲が聞こえると本当の FM の選手だなという感じがしますし、うん、気がつくとリング下オレンジ色のジャージがバラバラバラと散らばってですね、青コーナー一辺をね、V トップっていうのはやっぱりこれ対抗戦なんですね。なるほど、それでいいですか。はい、真剣に見てますから、ごめんなさい。南選手は、はい、まあ、この V トップウーマントーナメント全体でどんな予想をされてるんですか。個人的には全10回優勝です。だってそうそう5人もいるんだから、そう、確率から言えば ね、うん、高いですよ。です、ね、8人のうち5人ですから、さあ、お、小手で、あ、顔前蹴り、あっと崩れ落ちるコンバットトヨタ、なんというえげつない攻撃だ。崩れ落ちるコンバットトヨタ、これダウンカウントあるんですかね。いやいやいや、でも堀田怒りの顔面キック、あ、やはり取りますね。今カウント取りますね。あっと、おっと、コンバットが何でしょうか。今のはポーカーフェイスだったかのように、睨み合わずに今歩き始めたところがなんかあれですね、落ち着いてますね、堀田選手。おお、強烈、やっぱり体使ってますよね、あの大きい体を。ボディアタック、お、これはバックリップ、珍しい女子プロレスでは久しぶりに見たような感じの、似合いますよ今の技、南さん、コンバット選手はどういう風に評価してますか。そうですね、やっぱそれなりやってきた選手ですから、うんうん、上がってきても当然かなっていう風には通ってますけど、まあかなりこの体格的にはね、あの堀田選手がもう細く見える、見えますぐらいのね、はい、もうでかいですね、あふれるコンバット。あっと、キック、キック、ローキック、お、ハイダ、おっと、エルボー、エルボーパット、おっと、エルボーパット、いやいやいや、すごい V トップウーマン1回戦からかなりヒートアップした喧嘩ファイトが
あ、顔面に。いやいや、今のはね、顔面になんかあれですね、精神的に精神的なダメージというんでしょうか、そういったものを狙ったんでしょうけども、ただ来てみろっていうところが今日のコンバート選手ね、いいですね。いや、全くこの一歩も引けを取らないというか、はい、あのコンバート豊田、豊田選手はコスチュームというかキャラクターというか、あの髪型とかね、はい、そのキャラクターの割には割と優しめの選手という印象があるんですが、はいはいはい、今日は違いますね。おっと、ドロップキック、あー、顔面キック、必死に両手でガードをするが、まあそんなガードは何するものぞという顔面への蹴りの雨あられであります、堀田恵美子。いや、何か今日の堀田はなんか本当に危機迫るものありますね。なんとしてもまあとにかく北斗晶を倒すんだというふうにね、まあ戦前ずっと堀田選手は言ってるわけですけれども、まあもちろんその前にこの FMW から代表で選ばれてやってきたこのコンバットを何としても倒さなければいけません。きつそうなヘッドロックです ね、なんか重量もうジュグジュッとこうなんか潰したような感じでしたけれども、またグラウンドにも足が空いてると思うとすぐに方向転換して逆肩指に持ってきましたよね、はい、豊田選手たくさん打撃系の技をもらっている割には、はい、試合がよく見えているというような感じがします、ね、はい、まあ、あのこれだけの肉体ですから、あの打たれ強さというのも相当なものがあるんですから、このコンバット、そうかもしれないですね、はい、さあコンバット豊田と堀田恵美子、どちらが次の段階へ駒を進めるのか、この勝負に勝った選手が次の第14試合北斗晶イーグル沢井の勝者と準決勝でぶつかるということになります。さあ重量感あふれる逆エビ固め、かなり長時間食らっているところは堀田といえどもスタミナをロスされてでしょう。さあ FMW 看板を背負っての登場、コンバットトヨタ1回戦で負けて帰るわけにはこれいきませんからね。そうですよね、はい、さあ一方の堀田は何としても北斗とのシングルマッチそこまでたどり着かなければいけないという宿命をね自らに課しているわけであります。さあやはりまあ予想通りというか天下ファイトになってきましたね。串出しのニルキックやや当たりは浅かったという気がします、はい、おっとセカンドロープに足をかけて蹴っていったんですが、コンバートトヨタ強引にその足を掴んで、これは裏空きですか、そこからまた逆肩エビ固めか、あ違いますね、裏空きですのような状態で、あっとそのまま持ち上げてしまった。おっと、いやいやいや、場内ざわめいた、恐るべしコンバットトヨタのパワーであります。珍しかったですね、足を決めながら回すという技ね、はいはい、もう強引というね2文字がぴったりという感じでしたけれども、ここでロープブレイク、どうやらコンバットホッターの足を攻めていこうというところか、んこれはどうか、4の字固めですか、フィギュア4レッグロック、これは堀田の一連のまあキック封じというふうに考えていいんでしょうかね。そうでしょうね、はい、はい、さあこの辺りから序盤の喧嘩ファイトとは一転してじっくりとしたまあレスリングが展開されているわけであります。おっと今何か挑発し合ってますけれどもね、全く効いてないぞという挑発、全然閉まってねえというね睨み合いだ、すごいですね、こう東京ドームに響き渡るように閉まってねえという
今超満員一番上のお客さんのところまで声が響いていったんじゃないでしょうか。さあ V トップマンいよいよ1回戦、まあこのトーナメントで優勝者がまあ真の日本一であるという称号を与えられるわけであります。どうやらちょっと苦しそうな堀田、リング中央この逆フィギュアフォーレッグロックをうまく返して、今度は逆にコンバットか、ここでロープブレイク。あ、必要に足を攻めていきますコンバット。お、逆に押し出しのラリアットを狙ったが、これはすかされた。カウンターでキックを見舞って、あー、ラリアット、どうという感染、歓声が起こりました。コンバットトヨタの強力なラリアット、そしてパイルドライバーを狙うんですけれども、これはうまく腰を落としていった。これは切り返した堀田。ああ、まだ果敢に蹴っていく。今脳天を蹴ったんですか。ええ、いやいやいや、あっ、空振りですね。うまく腰を落として、堀田のニールキックをかわしたコンバット。一進一退の攻防が続いています。 V トップウーマン1回戦 FMW コンバットトヨタ対堀田由美子。いやー、この辺りはやっぱコンバットのパワーというのも、ああ、すごい強烈ですね。これは宙吊りだ。ああ、これは堀田、堀田にこの宙吊り状態は危険ですよ。ああ、ノーガードで蹴りが飛んでくる。危ない危ない、デンジャラスな攻撃であります。まさに貼り付け獄門の刑といった感じであります。東京ドーム超満員のお客さんの前で貼り付け獄門、逆さずりの刑にあってしまったこのトヨタコンバットトヨタ、今度は本部席だ本部席。あと重いんでもうね、ボディスラム強引に机に叩きつけていった堀田由美子。南選手、堀田のここまでの動きどうですか。かなりコンディション良さそうですけどね。はい、そうですね、いつもよりは全然いいと思いますよ。いつもよりはいい。まあ堀田選手を優勝候補に挙げている人も結構多いんですけれども、まあやはり、まあ、アジャが本命であれば対抗ということになるんでしょうか、この堀田。あっと、今の膝蹴りはもろに顔面に入りましたが、でももう目つきが違いますからね。やっぱり優勝狙いに行ってるぞっていうね、狙ってると思います。はい、まあ、この人勝利に執着するともうすごいですから、ものすごいパワー発揮しますからね。はい、このダイビングにいるキックは外して、コンバットの逆襲。ああ、お、今のはパワーボムを何か自ら崩してしまったような、そんな形でしました。パワースラムだ、強力パワースラム。おっと、危ない。もう一度狙いますよ、パワーボムかパワーボムか。危ない、おお、危ない。いやいやいや、固唾を飲んで見守っていた南選手が思わず、危ないですよ、危なかったですね今ね。いやいや、堀田ここで負けるわけにはいかない。作った、堀田大の字、大丈夫か。おっと、いや、カウント 2.9 ぐらいいったぞ。堀田危ないぞ、堀田危ないぞ。ああ、コンバットがニュートラルコーナー、ダイブした、堀田絶体絶命。お、いや、これでほとんど決まったかと思いましたけどね。いやいやいや、まだ返しましたよ南さん。堀田危ないですね、危ないですね。
ああ肩に抱えた。いやこれを食らってはおしまいというね、コンバットトヨタの必殺技だったんですけど、ラリアット。あこれはない、これはない、タイガードライバーだー、一発逆転を掘った。お、もう一発いきますか。うわ超ド級タイガードライバー2連発、まだ決まらない、まだ決まらない。いやいやいや、あさあタイガードライバー2連発、あまだいきますか。なかなかピラミッドで、あっと高さ抑え込み、危ないぞ危ないぞ危ない、タイミング的にはね3つ入ったかというふうに見えましたけども、いやいや今堀田本人が一番びっくりしたというね表情見えましたけれども、さあ危ないぞ危ないぞ、あカリビアンスプラッシュですか、うん、いいですね。ああ堀田カリビアンスプラッシュを狙う、足は手を畳んでカリビアンスプラッシュを狙ったんですが、うわダイビングエルボーだ。おお、いやいやいや、ちょっと目が離せなくなってきましたよ。あコンバットドライバーか、コンバットドライバーか、抱え上げてカウントどうか、返した、コンバットドライバー返された、コンバットトヨタ必殺技を返された。あとは何があるのか、あしかし堀田の意識は朦朧としているが、さあ何がある何がある、ああっとカリビアンスプラッシュ、カリビアンスプラッシュいくのか、苦しい表情はコンバットトヨタ、今ニュートラルコーナーから腕を畳んでカリビアンスプラッシュ、危ない危ない、コンバットトヨタバンジキュースか、お互いの必殺技、お互いの必殺技、ことごとくカウント 2.8 で返されていく。堀田次は何を出す、何、あった、あそれは失敗だ、あ勝負に出たところでちょっとタイミングを逸してしまった堀田恵美子、滑ったんですねきっと、なんでしょうなんでしょう、あーっと側頭部だ、的確に捉えたダイビングニールキック、あ満を持して満を持してのピラミッドドライバーか、あっと完全にグロッキーはコンバートトヨタ、起き上がれない起き上がれない、ピラミッドドライバーでとどめを刺そうというところ、しかしコンバット完全にグロッキーだ、あーダウンカウント取りましたね、今のニールキックもろに決まりましたからね、おっと危ないぞ危ないぞ、あー危ない危ない危ない、あ立ちましたか、あいや今レフリーを突き飛ばしてね、あーあーあーもう堀田がちょっと暴走してますね、かなり熱くなってますよこれ、ああレフリーの静止をなんと解き、あっと危ない、あっとジャーマンだ、あっと、カウント3入ってしまった、これはどういうことだ、これは一体どういうことだ、南さん納得いかないですよこれ、これは一体ねどういうことなんでしょうか、もちろん納得がいかないのが前座のファン、南さん予想もしなかった1回戦敗退ですよ堀田、
悔しい堀田由美子、 V トップウーマン1回戦波乱がありました。堀田由美子1回戦敗退であります。 V トップウーマン1回戦堀田由美子を見事に沈めましたコンバット豊田選手です。どうぞ。まだ肩で大きく息してますけれども、お疲れ様です。おめでとうございます。ありがとうございます。いやもう一発大逆転のジャーマン、あそこまではねもう本当瀕死の重傷というか死の淵までもう覗いてましたね。危なかったですね、ジャーマン初めてなんですよ使うの。そうです。そうなんです。だからすごくあの3カウントがすごく長くてね、決まるのかなって、もしあそこ決まらなかったら多分もう危なかったですから、よかったです。あれはラッキーでした。いやそれがもう起死回生のジャーマン一発撃沈という感じでしたけども、さあ2回戦です。はい、イーグルか福藤なんですよね。うん、どちらが上がってきてもね、もうあとはやるしかないですから、はい、はい、さあ2回戦まで体力回復、そして2回戦頑張ってください、はい、おめでとうございます。気負いすぎて腹圧を取ったという感じに見えたんですけども、そうですね。まあこの V トップに出場することにあたって、私はあのジャパングランプリという場所で優勝できたということ、そしてその優勝っていう意味が、まあ他にはアジアにしろ北斗トヨタって言いますけど、やっぱりその優勝者が出場できるという権利を、どうして自分がこんなにも早く落としてしまったというみんなにの責任もあります。本当に全場のみんなに申し訳ないことをしてしまいました。やっぱり自分の団体がトップだという自覚っていうのはみんな持っています。その中でこの負けっていうのは本当にみんなの心にも痛いいっぱいだと思うし、それをどうしてでも私の責任です。予想もしなかった相手に、でも私はもう本当に楽勝だと思ってたし、いや頭に北斗のことを、2回戦の北斗という頭があったので、そのことだけが先走ったっていうのもいけないんですけど、本当にもう言うことないです。ここからもう本当にみんなにこの1回戦負けしたという他の他団体の相手に負けたということ、この借りをどうにか私が返さなくちゃいけないと思っています。だからどういう形でか分かりませんけど、やっぱり全場の皆さん、そして後輩スタ、ね、そういうマスコミの人たちにも、堀田という名前どこかで借りを返さなくちゃいけないと思ってます。その借りは必ず認めてもらうぐらいの大きいもので必ず返します。以上です。第14試合は V トップウーマン日本選手権トーナメント1回戦、赤コーナーの北斗晶選手です。いよいよこの日が来ましたね。別にこの日なんて思ってないから。でも今日が本当に最後ということになるんですよね。そんなことは全然考えてないし、このトーナメントですが、1試合でも多く北斗の試合を見ていたいというファンの気持ちがあるんですが、まあ勝負は時の運だからな、分かんないなそんなの。今この試合を目前にしておりますが、今の気持ちというのはどうですか。北斗晶の最後がイーグルサバイにならないことだけ願うだけだよ。はい、その初戦、まず北斗晶が初戦に臨みます。一方の青コーナーは
LLPW イーグル澤井選手です。さあ1回戦から北斗晶と戦うということになりましたが、はい、どうですか今。そうですね、あのイーグル澤井で引退させます。ここで蹴りをつけると、はい、それぐらいの意気込みでいます、はい、LL は結構舐められてきたんでね、そこら辺をこのイーグルがガシッと決めて、うん、いくと秒殺で行きます。すごい宣言が出ましたけれども、またこのドームに、ね、一番ふさわしいレスラーじゃないかなと私は思ってます。そうですね、大きさといいね、どこの会場行っても言われるんですけど ね、ね、頑張ってください、はいはい、コールとともに割れんばかりの大歓声が起きました。北斗晶、ついに東京ドーム、この北斗の勇姿が見られるということでね、ファンも大歓声で今
コールを見送ったわけですけれども、対するはイーグル沢井、 V トップウーマン、日本選手権トーナメント1回戦、これはある意味では1回戦のねカードの中では最も注目度が高いと言ってもいいでしょう。北斗絡みだったら何だって注目度高いですよね、はい、そうですね。さあイーグルと北斗、まずまさに異次元遭遇、あっといきなりサンダーファイヤーパワーブロー行くのか、なんとなんと、うわーすごい、あーすごい、これはすごい、あっと危ない危ない、北斗危ない、うわこれはすごい、いやいやいや、いや今ホール取られてもおかしくなかったですね、驚きましたよ。やっぱりイーグル選手の全く侮れないところありますよね。まあ北斗がね、まあ今まで一番効いた技はこのイーグルのサンダーファイヤーパワーボーナっていうね、まあ発言を受けての何かいきなりのこの必殺技の披露だったような、そんな感じもいたしますけれども、北斗晶が、あの北斗晶が度肝を抜かれたような感じであります。今ちょっと危ないような落ち方しましたけど大丈夫でしょうか。東京ドーム大観衆からブーイングの洗礼でありますイーグル沢井。南選手、このイーグルとは何度かやってますよね。タッグ、かなりタッグではかなり当たってますよね、はい、シングルは一回もありません。あそうですか、はい、もうやっぱりパワーでグイグイ押しまくってるって、ね、アジャとかああいうブレイクが一緒です。あまた、はい、LLPW といえばとりあえずね、普通みんなカンドリってことになりますよね、うん、はい、ただ今回はもうカンドリ選手を破ってトーナメント出てきたわけですから、はい、代表選手ですからね、はい、あー、かない、やっぱり今ねイーグルちょっと違うぞって感じがしますね、うん、今日は、ええ、さあパワーありますからね、ここへ来て、あーあーあー、何か北斗に全く技をさせないというね、あー流れ式なんでしょう。喉は裏投げか、うわすごい、超ド迫力、何もかもが超ド迫力、まあ、今日ちょっと違いますね、すごいですね、すごいですよ、いやいや何かどの技でもフォール取れそうですよね、まあ先ほどからドーム級ドーム級という話ありましたけれども、これぞドーム級って感じのレスラーですね。北斗晶の特徴というのは体に全く無駄な肉がついてないところですよね、はい、でイグ選手の特徴というのはとにかく巨体ってことですよね、はい、やっぱり対照的な、食らったら、うん、ええ、いや一番危なかったのはゴング直後のあれじゃないですか、サンダーファイアパルトね、あれも危なかったし、今のも危なかったし、危ないだらけですね。やはりこう巨漢レスラーというのはこれ特にこういうねビッグアリーナではやたらと映えますね、映えますね、また今日なんか水着の色はすごいじゃないですか、はい、いやそれにしても序盤戦から勝負に出ていったイーグル沢井、まあ本人その周囲があまりにこうカンドリに期待してた分もあってね、そうですね、何クソって気持ちはかなり本人の中でもね、逆に今日なんかは LL イコールカンドリというイメージを、はい、壊すっていうんですか、イーグル沢井ここにありっていうのを、はい、見せつけるチャンスではあるはずなんですよね。ですよね、はい、さあイーグルが徹底的に北斗を攻めまくっている、あああああ、バックブリーカーですか、これはすごい、とにかくこれ北斗タジタジですよここまで、まあ、これで逆に目が覚めてくるといいですけど ね、まあメキシコではね何度か試合をこなしているとはいえ、まあとにかくこのジャパニーズスタイルではほとんど試合をしていないわけですから、まあ指し物北斗といえどもやはり若干のブランクというのはあるんでしょう。でもそのぐらいで黙ってたら実況しますよ、うん、なるほど、だってもともとそういうスタイルじゃなくて気合でやる人じゃないですかなるほどね、北斗晶という、はい、レスラーというか人間はっていう感じですから、さあリング中央逆肩エビ固め、北斗苦しいぞ、北斗苦しいぞ、東京ドームに北斗晶が名乗りを上げ、そして今もうあと数えるほどしかないこの北斗の試合ですから、固唾を飲んで大観衆が見守っているわけであります。
一体どんなレスリングをこの後披露してくれるのか。あっという間に5分が経過して、こういうものでも来ますか。コーナー取り混ぜてのねあの巨体からくるっとスモールパッケージだ。フォール取りに来てますからね、イーグル選手完全に。いやいや、しかしこのここまでのこのイーグルの勢いってのはまさかまさかのコーナープレス。あーあーあー、危ない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 、いやいや危なかった。よし行こうっていうんですね。ああ北斗よみがえったか。よくも散々やってくれたなという表情が顔全体からありありとしてきました。巨体にスピンキック、相変わらず切れ味鋭いスピンキック。さあもう一発か、もう一発いった、顔面直撃。あの割とブロックしてますからね、イーグル選手の方は、はい、いやしかし北斗のスピンキック見るのも久しぶりですね。そうですね。さあこの手拍子、序盤戦の技なんですよね。手拍子、プランチャー、はは、プランチャーできましたか。まともに受け止めたイーグル。南さん、ここまでの北斗の動きどうですか。どうでしょう、勝ってほしいと思うんですけど、うん、やっぱり大きい人ぞろいですからね、あ周りがね、はい、一番ちっちゃいから、はい、ちょっと見てる面にはかわいそうだなっていうのがあるんですけど、あまあでもね、北斗にそんな情けは無用だっていうか、ね、あとここで負けちゃったらもう悪いですからね、はい、いやいや、まあもう髪の毛の、髪の毛の引っ張り方が尋常じゃないっていうかね、ねじってから引っ張ってます。嫌がっても何でも本当に。あ、なんかもう強引に引っ張り上げてますよ。なんか髪の毛引っつかんで何を やるんでしょうか。腕をなだれ式の、お、腕を何でしょうか、何でしょうか。とにかく座らせるってことですね。まあとにかく巨体ですのでね。さすがの北斗も巨体を持て余しますね。あ、トップロープから。相当強引ですけどね。もう強引に持っていく。あ、危ない危ない危ない。あ、危ない危ない。ああ。ああ、やはりね、この巨体をトップロープまでこれ上げるのもこれ大変ですから。差し物北斗もちょっと、はい、巨体に手を余しているようなそんな感じであります。うわすごい。すごいですよね今なんかも。なんですか今のは。ミサイルキックって言って、トマックのあたりにね、今北斗の体が打ち合って感じでしたよ。あれが打ち合い失礼ですけど、あの巨体で飛んできましたら相当何やっても殺人技という形になるんじゃないですか。あ、危ない危ない危ない、危ないぞ。あー、なな、なんと、あー、それでも北斗の今度膝も今ので行かれちゃいましたよ。先ほどね、一度失敗してまた同じ技をかけたってところがややね、疑問なるほどね、残りますよね。あ、北斗ちょっと今膝を痛めて大丈夫か。うわ、軽々と1回転。北斗1回戦から苦しい、1回戦から苦しい戦いを強いられています。もうこの北斗晶の試合は今のも食らったら大変ですよね。今の戦闘食らったらもう胃が飛び出ちゃいますよね。おお、バックに回って、あーさすがじゃーという感じですね。巨漢イーグルを持ち上げることはできないか北斗晶。ひょっとするとこうやってイーグル選手と戦うことによって、はい、現在の北斗のなんていうのコンディションが分かるんじゃないですか。うわ投げた、ブリッジしている。あ、カウント1。いやしかしよく投げましたね。意地じゃないですか、1回失敗したら絶対にやってやるっていうか。さあミサイルキックだ。先ほどのお返しとばかりにお腹のあたりに決めていった。さあカウント、以前は北斗選手のミサイルキックはもっと飛距離あったんですよ。ああ、お、さあ一刀両断か、殿下の宝刀をここで出すのか。危ない危ない、あースモールパッケージ、今度は背中に回って、あ、脇固めですか。脇固めだ、神取忍直伝の脇固め。
この巨体に乗られては差し物北斗もちょっとロープブレイカー難しいか。苦しいぞ苦しいぞ。10分経過。いやーよもやの苦戦を強いられています北斗晶。大苦戦ですよね。うわあこれはお客さんを逆に敵に回してますね。サンダーファイヤーパワーボムか。あ後ろにうまく回った。あうわすごい。今のはリバースの DDT だったんですけれども、もう何せ巨漢なんでね。反対側に落とす技、はい、あるんですよねこの北斗選手、はい。おっとノーザンライトボム。いきなり出してきた。お返しましたね。ノーザンライトボムを返したイーグル沢井恐るべし。あーっとスモールパッケージ。あー危ない危ない危ないですね。いやいやいや北斗ノーザンライトボム返されましたけどびっくりした。あーもう一回うわすごい。これはね、巨漢が逆に穴になってカウント3。いやー、16回戦通過したって感じですよね。片指固め、北斗晶選手の勝ちでございます。攻略通りではなんですけれども、ノーザンライトボム、まあ、一発とは言わず2発使いましたけれども、あ、マイクありますよ。戦うということですね。はい。おいゆー、お前思ったより強いじゃねえか。だけどな、北斗晶の最後がおめえ見てんのじゃな、ちょっと寂しいだろ。すごいですね。いやいや、久しぶりにね、独自で山本、お前とは必ずな、決着つけるかな。北斗晶の最後はお前のコールなんて、そんなの絶対嫌だね。ちゃんと宿敵山本代表にもね、はい、一言忘れずに、はい、花道から帰ってっちゃうのがいいですね。いやいやいや、あ、花道から、はい、やはり千両役者、やはり東京ドームはこの北斗晶のためにあったのかとね、こんな予感さえさせる。もうマイクを握りゃもう何万人の観衆だろうがね、もう北斗晶色に染めちゃいますよね。あの声がよく通るの。いやでもなんか久しぶりにあの毒舌聞いてなんかほっとしましたよ。よく通る声だ。まあみんながまたね、はい、神経を集中させて行くんですよ、あの人たちは。いや今花道、長い長い花道を手を振りながら、新人の選手が、はい、あの帰りはこっちですっていう感じで、うん、手招きしてたんですけど、わざと花道から帰ったですね。なるほどね。 V トップウーマン1回戦を突破しました北斗晶選手です。お疲れ様です。おめでとうございます。最後にあのイーグルを称えるあたりがね、北斗らしいなという感じしましたけども。別に称えてないけどさ、LNにも結構やっぱりシングルで当たるといい選手いるんだなと思っただけで、やっぱり体がでかい分さ、一番小さいのと今日はね一番でかいので当たることになったし、はい、あでも聞いてよ、こんな口から血が出るほどね。また次も、うん、次の準決勝も大きな相手コンバット豊田に決まりましたが、堀田が来てもコンバットが来てもね、どっちにしてもデブだっていうのは分かってるから、まあ、しょうがねえだろう、こればっかりは。今3分ぐらいで太れって言われても太れねえんだから、ね。さあ今はブルーのコスチュームで登場してくれましたが、うん、次は見ての楽しみだよ。はい、期待したいと思います。おめでとうございました。率直な感想はやっぱり、負けちゃったけど、でも北斗晶がもっと強いと思った、こんなに弱いと思わなかった。それが率直な感想。第15試合 V トップウーマン日本選手権トーナメント1回戦です。まずは赤コーナーのアジャコング選手です。今日はこの赤いベルトを持参しての戦いということになりましたが、今の心境はいかがでしょうか。今日はもう全部が 3W の選手権試合だと思ってますんで。さあ北斗晶との戦いというのは今日実現するんでしょうか。必ずやります。私はそのためにこの1年戦ってきたわけですから、今日の1日っていうのはそのためにあるわけですから、絶対に決勝に残って、まあ、向こうも絶対決勝に残ってきてくれると思うんで、必ず決勝で北斗と戦います。北斗晶の最後の試合、アジャコングとの対戦になるんでしょうか。
さあそして青コーナーは豊田真奈美選手です。1回戦からアジャとの対戦、まあ、見る方にとっては非常に楽しみなんですけれども、いかがですか。はい、まあ、皆さん私が勝った方が喜んでくれると思うんで、まあ、1回戦も2回戦も全部破って、まあ、自分が優勝するのがこの V トップウーマンの意義だと思ってるんで、もう最後に北斗晶と戦うのはこの私です。なるほど。あの本当に今までの新聞市場だとか雑誌の上でも、はい、随分強気な、ね、コメントがあるんで頼もしいなと思ってるんですけど、強気でいかないと弱ちく 見られちゃってますから、はい、強気でいきます。はい、はい、頑張ってください、はい。V トップウーマン日本選手権トーナメント1回戦、30分一本勝負を行います。始まり、青コーナーより豊田真奈美選手の入場です。日本選手権トーナメント1回戦、30分一本勝負を行います。
コーナー全日本女子プロレース150パンストヨタマナミ。赤コーナー全日本女子プロレース230パンアチャコン。さあ V トップウーマン再び1回戦であります。30分一本勝負、アジャコング対豊田真奈美、全女性同士の対決ということになりました。ね、今のもちろんこれ V トップの1回戦なんですけれども、はい、両選手の、はい、うわすごい、ね、いきなりランニングドロップキック、入場シーンを見たらこれひょっとしたら、はい、今日の隠れた名イベントなんじゃないかという感じです。あーと、なんとなんといきなり2回転式の回転エビ固め、これは思わずドーム大超満員の観衆がうなりました。やはり東京ドームで、ね、今日あの女子プロレス初体験のファンまだ多いですからね。あんな技見せられちゃったらね、びっくりしちゃいます。おっと危ない、いや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 危ない危ない、やっぱり村山たちも動きますね、今日はあのいつものね真っ黒いコスチュームから、ああすごい、うわパワーありますね。いやアジャもう本気ですからね、もうこれは、いやそれは当然全部本気ですけど、本気ですけどね、当たり前ですけど、うわすごい、アジャコング的な世界、それからトヨタマナミ的な世界ってやっぱり女子プロにあるじゃないですか、はい、だこれはひょっとしたら本日の隠れた名イベント、隠し味名イベントというね、はい、そんなようなムードを持ってますね。まあある意味ではこのアジャコングはまあ言わずと知れた大本命ですよね、ええ、一方のトヨタもこれはかなりあのトヨタの優勝を追ってる人多いんですよね、大本命というような感じもしますね、実はまあ大穴というのもなんですけども、本当に隠れの本命というのね、そういう意味ではこの試合に勝ったものがかなり優勝近くなるという、まあ、そんな印象さえある1回戦になりますいいですね、どこまで聞いてるのか分かんないですね、ちょっとそのスタンピングで OK、 じゃこいつはないなっていやしかし何をやってもこの人はね、ゴムのような体ですから、どこまで効いているのか、アジャコング選手のプロレスも相変わらず打てば響くっていうかね、はい、うん、であのトヨタ的なレスリングとアジャ的なレスリングというのは女子プロレス界の2つの主だった流れだと思いますよ、はい、まあ、トヨタのレスリングというのは先ほどの、まあ、OG 戦で見せたようなジャガー選手時期、なんかあの女子プロレスの、ね、バネのある、ね、伝統的なスタイルですよね、はい、一方のアジャのも伝統的ではあるんですよね、なるほど、あの男の子っぽいレスラーバージョン、うん、うわすごい、はい、ものすごい音が今ビッグエッグのね空気の中を駆け巡っていったって感じですけれども、さあボディスラムで叩きつけて、さあこれはブリッジで返していった、いやいやトヨタの気合のね声がもうドーム中響き渡ってますよ、うわすごい、うわすごい、あこれもねなんかトヨタ対アジャ戦ならではのこの展開ですよね、これでよくまあトヨタも生きてられるなというね、そんな感じなわけですけれども、徹底的に腰を痛めつけていこうというアジャの戦法でしょうか、まあアジャコングこの V トップーマン全ての試合にね 3AA のベルトをかけるというふうに豪語しておりましたので、今日も入場はベルトを赤いベルトを巻いての入場ということになりました。一方のトヨタマナミはジャパングランプリ準優勝でこの全日本トーナメント出場権を得たというところであります。まあもちろんいずれはこの赤いベルト、このトヨタマナミも虎視眈々と狙っているところでしょうから、まあ、このトーナメント1回戦クリアすると同時にね 3AA のまあ新たな展開というのをこのトヨタマナミは切り開いていこうというところなんでありましょう。
さあ腕を落としていって出ました、出ました、ワンステップでサードロープ、ね、トップロープ、相変わらずね、いやいやいや、ため息が出てしまうというのはこういう技なんでしょうけど、あーちょっとこれは不用意にねフライングボディアタックに行ったんですけれども、アジャの動き早いですからね、はい、足が待っていた、うわすごい、このアジャのパイルドライバーもえげつないですね、いや危ない、カウント2、あー出ましたよ、カンガルー式にドロップキック顔面蹴っ、あっとプッツン切れた、プッツン切れたトヨタ、顔面を蹴っていった、あっとアジャ様もおいおい、いい加減にしろよって感じですね、あー顔面蹴りっつうのはこうやるんだって感じでしたけれども、顎の先端、あーでもアジャも結構効いてますね、あーっと切れたら怖いトヨタマナミ、やられたらやり返すもしれないですね、何かアジャとトヨタ激しい試合であります、今のは何ですか、小手ですかね、こっちで顔面ですね、はい、オープンハンドですね、今度はブレンバスター、あ、なだれ式に移行するのか、さあなだれ式の、あーすごい、あ、これはすごい、パワースラムだ、なだれ式パワースラム、ブリッジで返すという歌もすごい、ブレーンバスターの形だったんですけれども、そのまんまね空中で体を預けるんですね、もうアジャの100キロの巨体がもろに今、はい、トヨタに全体重かかったような感じになりましたけれども、しかしそれを2でしかもブリッジで返すトヨタっていうのもすごいですね、先ほどからもう試合開始からずっとこうモニターに見ている南さん、はい、ここまでの展開どちらかつか分かんないですね、全く予想もつかない、予想がつかないです、あ順当にいけばなんかアジャが体が大きいんで勝ちそうなんですけど、突拍子もないことをしだす子なんで、うん、トヨタね、そこがちょっと分かんないんですよね、なるほど、まあしかしこのアジャコングを万が一このトヨタが破るようなことがありますとね、これはまた混迷を極めるこの、いやタッグではトヨタ選手、はい、先ほどのトップロープとかからのね、はい、回転エビとかああいう形で、はい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 、アジャコングから完全にホール取ってますから、なるほど、それはもうどっちが勝ってもおかしくない組み合わせではあるとう、ね、そうですか、はい、まあしかし一方のアジャコングもね、これは、ま、よもや1回戦で負けるようなことありましたけどね、 3WA チャンピオン本当にこれはだてだったんだろうかというね、そんな声さえ飛び交ってしまうところですから、プライドをかけても絶対に負けられない1回戦、いやすごい、これもアジャの、ね、得意技、これはねリングがねずれるんですよ、リングが、うわーすごい、もうアジャの足の速さってすごいですからね、びっくりした、さあ今度は花道、あー花道何をやるの、何をやるんだ、え走っていくんじゃないですか、何でしょうか、何でしょうか、この長い長いメインストリート走って、うわ何ですか今、逆オクラホマスタンピートみたいな、そうですね、前から落とす形でしたね、考えてきましたね、アジャ、ちょっと待ってください、南さん、これ下の花道のこの下ってのはこれ木ですか、木ですよね、いやすごい音ですよ、普通の材木っていうかね、はい、うわ大丈夫でしょうか、あっと何をやるんでしょうか、ロープに貼り付けにしておいて、うわアジャそんなところまで行かないでくれ、そんなところまで行かないでくれ、うわーすごい、全速力でアジャコングが襲ってきた、タックル、いやいやいや、フットボール式にタックルしていきました、これはね50メートルぐらいありますよね、これね50
50メートル、20、30メートルありますよね。いやいやいや、驚きました。まさにこのビッグエッグ、うわものすごいパイルドライバー、おっと危ない、おどこからか、どこからともなく今、ああトヨタ、トヨタコール、まあお客さんもあの、まあ心情的にはトヨタを応援するというかね、ダルマパイルドライバー、ああアジャドライバーであります。徹底的にトヨタの脳天を打っていこうというアジャコング、 V トップウーマン1回戦、まあ前女同士の試合とは言いながら、なんとも緊迫感のある非常に激しい試合になっています。お、ローリングクレイドルを狙おうと言ったんですけれどもね、まあさすがにアジャをローリングクレイドルというのはなかなかね、それでも今度はトヨタが意地になるんじゃないですか、はい、うわ水車落としでそのまま背中でホール、いやいや、まだまだブリッジで返すトヨタは波、一体どうなってしまうんでしょうか。全く一寸先は闇、全くこの先どういった展開になるか読めません。ボディスラム、エルボーでしょうか、フィニッシュというね、あトヨタが、あトヨタが飛ぶか、トヨタが飛ぶか、おワンステップでトップロープ、そしてプランチャー、すごいですね。もう一発いきますよ、なんか、あこれミサイルキックですかね、あ場外へ、場外へ向けての、あミサイルキック、これはすごい、なんと向こう水だ、10年ですよもう、あっと危ない危ない、さあこちら、あ本部席、放送席が完全に今大破してしまいましたけれども、これは音は入ってるんでしょうか。いやいやいや、我々の机が完全にぶっちぎれたトヨタマラギに持っていかれてしまいましたけれども、大丈夫ですか斉藤さん、大丈夫だと思います。あ、何ですか、何をするんですか、うわーすごい、うわーこれはすごすぎる、折れちゃいました、うわーすごい、なんともものすごい光景を私は目前で見てしまった、トヨタサブーですね、そんな感じがいたします。あー無残にも、無残にも真っ二つ、真っ二つの机であります。場内トヨタコールが鳴り響く中、トヨタの波、先ほど南さんが言ったようにね、何をしでかすかわからない、何をしでかすかわからないトヨタの波、大金星か、いやアジャもしぶといですよ、ノーリーとって、いやいやいや、それにしてもね、まあよくわかりますね、どういった展開になるのか、はい、あジャパニーズオーシャンか、ジャパニーズオーシャンか、ジャパニーズオーシャンサイスープレックス、あいやジャパニーズオーシャン、実に綺麗にねこう描いたんですけれども、カウント惜しくも2、アジャコングが完璧に投げられたんですが、アジャもしぶとい、あーじゃあうわすごい横殴りジャーマンだ、アジャコング対トヨタマナミ、一体どうなってしまうんでしょうか。いや今やっと私たちの放送席もですね修復されましてなんか、ね、やっとなんか、ああこれは2度目ですからね、これはきついか、うわなんとか返したトヨタマナミ、粉が飛んでませんか、すごいですよ、これはたった今
ひん曲げられたやつですかね。あれはでも完全に真っ二つに割れちゃったのか。新しい机じゃないですか。新しいやつだ。あーっと、そんなことを言ってる間にボディープレスだぞ。危ないぞ。まだトヨタブリッジで返しますよ。これ普通の技じゃ決まんないですよね。あ、流れ式だ、流れ式。一体どうなってしまうんだこの試合。トヨタは本当に切れると何するか分かんないですね。何ですか何ですか。うわー、すごい。え、頭刺さってますよね。いやー、要するに流れ式の足のバックスライドなんですよ。うわー、すごい。今アジャ真っ逆さまに落ちましたけれども、大丈夫ですかね。まあすごいですね。今は驚きました。いやー、 3WA 現世界チャンピオンアジャコング、危うい危うい。あ、ジャパニーズオーシャンに行くのか。ジャパニーズオーシャンサイクロン。しかしこれはやはりアジャ重かったか。ボディスラム、ムーンサルト、もう一発ムーン。あー、やはり2連発はね難しいですよ。もうこのレベルの、ね、選手、同じ選手、ね、同じ、ね、技は技2度はないですよね。きついですよね。新しい技持ってきたはいいけど、そろそろトヨタもなんですか、レパートリーが手詰まりですか。いや、トヨタを持ってして手詰まりというのもなんですけれども、あるんでしょうけどね。いやー、それにしてもね、あー、まだわからんぞ、まだわかんないぞ。あー、背中にミサイルキック、ホールダー、どうか、決まらない。トヨタマナミ悔しい。あと少し、あと少しで3カウントが引ける。あー、しかしアジャもまだまだか。あー、流れ式、流れ式スイシャー落としか。あー、うまく、あー、そのまま、このまま尻をついてしまった。いや、しかしカウント2、試合開始早々出しましたよね。はい、いやー、でもすごい。あー、もう裏系これかな。あー、しかしアジャも崩れ落ちましたよ。アジャの方も裏剣を温存していた部分がありますからね。裏剣一発、意識朦朧はトヨタマナミ。東京ドーム大観衆、トヨタマナミホール。一体どういうこの勝利の行方はどこへ行ってしまうのか。うわ、垂直落下式ブレンバスター、カウント3。この試合はまあ新しい技合戦でしたね。いやー、まあやっぱり出てくる裏メインイベントでしたよ、これすごかったですね。素晴らしかった。東京ドームこんだけ入ってますと、1万人か2万人ぐらいは、はい、女子プロ生観戦初体験って人いると思うんですよ。はいはい、その人たちにこれ見せたらデックでしょう。すごいですよ。びっくりしちゃいますよ。あー、すごかった。いや、新しい技いくつ出ましたかね。後で数えてみましょう。はい、まあ南さん、はい、トヨタあと一歩、はい、アジャがしっかり焼かれると思ってますよ。あ、そうですね。まあアジャコングもこの V トップマン勝ってやっとこの赤いベルトの実感というのはあるのかもしれませんけども、記者会見で負けたら返上っていうことを言ってありますからね。はい、あ、でもね、南さんが言ってたようにね、何をしでかすか分かんないトヨタ。でも紙一重なんですよね、この赤いベルトっていうのは。持ってる人と持ってない人の差は激しいけれども、でも実力的には本当紙一重ですね。はい、素晴らしい試合だったですね。面白かったです。びっくりしましたね、とにかく。ということで V トップマン注目のアジャ対トヨタは、まあ結果はアジャコング、垂直落下式のブレンバスターからのその後エビ固めっていうのがまたね、すごかったです。アジャコングの勝利でした。試合後本当に大事そうに真っ赤なベルトを抱きかかえましたアジャコング選手、勝ちました。こちらへどうぞ。これで V トップ、まあ、1回戦突破ということになりましたが、相当苦しいんじゃないですか。そうですね、でも
これ持ってたからには負けられないですから、あと2つ、あと2ついきます。その気持ちがね、本当にひしひしと伝わってきました。さあ次の相手ですけれども、まだ決まっておりませんが、そうですね、どっちが出てきても強敵ですけど、いきます、あと2つ絶対いきます。はい、あと2つという言葉に非常に力強さが感じられました。全然自分の気迫がまだ半分も出てないですよ。じゃあ ジャパングランプリに残ってきたね。本当これじゃ本当にギリギリ入れて、なんとかお情けで日本選手権出してもらってるっていうような感じだから、悔しくて涙も出ない。第16試合 V トップウーマン日本選手権トーナメント1回戦、井上京子選手です。まあいろいろね、はい、ありましたけれども、はい、こういった形でトーナメントの出場が決まりました。はい、ルシア・ライカとの対決はお流れになっちゃいましたけれども、私は気持ちを切り替えて頑張りたいと思います。また今日派手ですね。そうですか、プレゼントで。あ、そうなんですか。はい、今日はこのガウンも新しいので気持ちを一新して頑張りたいと思います。はい、いいですか、また、はい、いきます。東京ドームを井上京子一緒に連れた、行くぞ。そして一方青コーナーは JWP のダイナマイト関西選手です。さあこういった形で急遽実現したわけですけれども、井上京子との対戦いかがですか。はい、でも本当に今自分の心境というのはですね、対抗戦を今までやってきて、今感じることが女子プロレス全体が私は敵だと思ってるんで、今日は京子選手と急に決まった話ですが、全力を尽くしスケールの大きい試合をやりたいと思います。はい、上まで勝ち上るためにはね、3つ勝たなきゃいけないのかな。まあペース配分を考えながら、でもまあ相手が相手なんでね、考えられるような相手じゃないんで、一試合一試合を、自分自身にね納得いける試合ができればもう自分でそれで十分だと思います。はい、期待してます。はい、ありがとうございます。Don't
の第16試合ウェイトプーマ日本選手権トーナメント1回戦30分一本勝負を行います。青コーナー JWP177 パウンドダイナマイト関西、赤コーナー全日本女子プロレス175パウンド井上京子、レフリー浦山大地。さあ V トップウーマン日本選手権トーナメント1回戦残る最後の試合であります。 JWP ダイナマイト関西対全日本女子プロレス井上京子のシングルマッチ。まあ井上京子としてはまあ、ルシアライカ戦が急遽、はい、このね V トップウーマン参戦へと変更になったというところで気持ちの切り替えという意味でもねなかなか勝負どころがいろいろと京子の頭の中でもね整理しきれてるかどうかというのが心配なんですけれども、さあ一方のダイナマイト関西当初はでもはい、京子選手が花道を歩いてきた時に、はい、ドームの空気を吸うんだっていうような感じで、うん、深い深呼吸をしましたね、はいはい、なんかその心意気がとっても京子らしくてよかったなと思います。なるほど。さあモンゴリアンチョップから最初から 100% 飛ばしていく井上京子、一方はダイナマイト関西、うわなんか体当たりみたいなラリアット、ニューコスチュームで登場の関西であります。 JWP の看板を背負って今青コーナーセコンドには JWP 勢が全員勢ぞろいだ。ラリアットで今花道に強行落としておいて、さあ今度はあっと花道の展開だ、あ7ランと花道でトペレベルさ狙ってましたね。いやいやいや、まあ各選手ともねこの舞台装置を見ていろいろとね考えるわけですけれども、まあ京子は京子なりに、まあ一番まさかここであジャイアンツスイングをそういうこと考えそうですよねこの人。ああああああ、7なんと、あ歩きながら向こう行ってしまうのかな。ああすごい、東京ドームビッグエッグでジャイアントスイング。いやいやいや、ここでやりましたか。考えてますよね京子も、まあ前後一のねアイデアマンですから、まあ、もうアイデアウーマンです、ごめんなさい。まあ開始早々からほとんど戦場がこの辺だったりなんかするんですけども、早くリングに戻るのか、おそこでやっとリング内、関西選手は本当に厳しい表情でリングに入ってきましたよね、はい、ここまでの展開では強行ワールドにやられちゃってるかなっていうのはちょっと知られますね。まあ京子としては逆にこのコロコロとカード変更になってね開き直りみたいな部分があるんでしょうね。かなりこうリラックスした感じで入場もね警戒に入ってきたわけですけれども、まあダイナマイト関西とは対照的といいましょうか、関西の方は危機迫るようなね形相で入ってきました。そうですね、はい、さあこの V トップウーマン1回戦この勝者が先ほど勝利しましたアジャコングと準決勝を戦うということですね、はい、どっちにしてもすごいことになりますね、はい、さあまずは蹴り、ここまではねあまり蹴らなかったんですけど関西やっとここで出してきた強烈胸板への蹴り。さあまあ関西といえばねこの V トップウーマン用にダイハード関西という新必殺技を携えて、ね、この東京ドーム登場ということであります。いつ飛び出すのかそのダイハード関西。一方の井上京子こちらもまあパワーでは全くこの関西と引けを取らないこの京子ですからね、どんなものが飛び出してくるか。関西選手はパワーものですか、パワー殺法で、はい、そういった技で勝負をかけてくるしかないという、ね、そうですよね、それだけのことを考えてるんですね。京子選手はパワーファイターというのは隠された味であって、基本的には、まあ、基本的には大テクニシャンですね、はい、まあしかし
先ほど開始早々は強行ワールドの展開だったんですけれども、どうやらじりじりとこのダイナマイト関西のペースへと持っていこうというところであります。やはりレパートリーにしている持ち技が京子選手の場合は派手なものが多いですよね。ですからそちらに目を奪われがちなんですけれども、はい、じっくりじっくり攻めるということでは、はい、どうでしょう関西選手に、まあこういったねしっかりね攻めになっていくとやっぱり、はい、おっと張り手張り手張り手合戦、ラープに振ってエルボー、今度は関西が逆にロープに振り返してサイドバスター、終了感あふれる攻撃でカウント2。この関西も、まあ、一躍先日の、ね、武道館でアジャ、そして北斗を連覇したことでこの V トップウーマン俄然本命に名乗りを上げてきたというところがありますよ ね、まあ、当初はシードだったので圧倒的に関西優位というような話さえこう出てたんですけれども、まあ、急遽この1回戦井上京子との試合が組まれたというところで、まあ、関西の方も若干こう戸惑っている部分もあるのかもしれません。でもどうでしょう、関西選手の正直な性格というんですか、はい、みんなと公平に、なるほどなるほど、他の出場選手と公平にですね、まあ、当初からね、シードはあまり1回戦を、戦う国で良しとしたんじゃないですか。なるほど、当初からちょっとシードの方はあんまりこの歓迎しないような発言が多かったんですけど、関西そうですね、他の出場選手と同じ条件で戦いたいという ね、 そ う、 ですね、はい、そういった部分と本当に関西選手らしいというか、はい、はい、馬鹿正直というか、あ、この巨漢関西を持ってけませんね、持ってけませんね、まあパワーでは定評のある強子ですらちょっとこの関西の巨漢はどうか。さあ行くぞの掛け声で持ち上がった、まさにこのビッグエッグの天井をめがけて釣り天井だ。お、そのまま崩して今度は首を固めにいった、関西もこれが長く続くとかなり厳しいぞ。まあ関西はあまりこの体が柔らかい方じゃないんでね、こういった技かなり有効的ですよね。これなんかすごそうですよ。あ、出ましたか出ましたか、お客さんも分かっているぞ、早くも手拍子だ、腰振りダンスが出た出た出た、もう完全に強行ワールド、下で這いつくばっている関西の心中はいかにという感じであります。いやすごいですねこれ、足の力だけで、はい、特にももとかふくらはぎとかものすごく太いですよね、これ締まりも嫌でしょうね、締まりもの締まりもの、はい、ご覧のような体勢、かなり関西も苦しい。まあ過去この関西と京子といえばね、 JWP のリングでシングルマッチを戦っているんですけども、その時はまあ関西がスプラッシュマウンテンで井上京子を葬ったわけですけれども、まあしかしお互いね、ちょうどあれは1年以上前になりますので、どういった形になっているのか、関西選手の力量も、はい、それほど技の数多い方ではないんですが、はい、持っている技は本当に磨きかけてますよね。そうですね、このせそり固めの入り方なんかもものすごく正確かつ速かったですよね、はい、さあさそり固めでなんとかハードロープに手が届いた井上京子。お、今度は素早く STF に行こうでしょうか、強烈にエルボー落として STF、 この辺りの出ばっこい攻めはやはり関西に分があるか。Vトップウーマン1回戦ダイナマイト関西対井上京子、武道館でアジャを顔面へのキック一発で KO し、そして北斗をスプラッシュマウンテンで葬り去ったダイナマイト関西。
一躍この V トップウーマンの主役へと躍り出たわけですけれども、まあしかしそうやすやすと1回戦、まずはこの京子、井上京子というね非常に高いハードルが待っていました。串刺し強烈なリアット、もう一発いったが、これは京子よく見ていた。しかし体当たり、強引に押し倒していってカウント2、まあ、一応クローズラインじゃないですか。はい、もう一度ロープに振ったところ、今度は京子が自らの体を預けるような形で強烈にラリアットを仕掛けていきました。はい、そしてブレンバスターから何があるんでしょうか、ね、出ますね、ドームで入るぞ、三角飛びからエルボー、飛距離十分、素晴らしいですね、完璧に捉えました。さあカウント2、10分経過、ここで10分経過、あっと顔面顔面、そしてボディへ蹴り、京子の顎を掴んで強引に倒していった。関西が今腕組みをして何か虎視眈々と何か狙ってるんでしょうか。あド迫力であります、ロープを挟んでのダブルクローズラインですね、ラリアットの相打ち、両者ともモンドリ打って倒れた。おっと今何か関西がアピールして、うまく強化かわした、あとこちらのフェンス、放送席の目の前で激しい打撃戦が展開されている JWP ダイナマイト関西、団体を代表してのこの V トップマン参加であります。さあ最強の称号を得るのは果たしてどの選手なのか。トップロープからミサイルキック、カウント2、おお早くも早くも井上京子ナイアガラドライバーのサインだ。ここで早くも行きますか、ちょっと重いか、関西か強烈ハイキック、2連発、危ない危ない、キック。おっとダイナマイト関西殺人フルコースか。まあ京子はこの何度となく関西の必殺技でスプラッシュマウンテンに新さんを舐めてますから、あっとさあこのお得意のポーズ、殺人フルコーススプラッシュマウンテンに移行するのか、完璧に持ち上がってしまった、あっとこのドーム一歩二歩三歩リング内を右回りしてからスプラッシュマウンテン、完璧に決まったぞ、おっとまあよく返したといえばよく返したんですよね。いやいやいや、スプラッシュマウンテン返しました、じゃあコーナーだと言ってますね。 おっとこれは噂のあのダイハード関西を使うのか、ちょっと京子の顔が今朦朧となっているが大丈夫か、まだまだ京子にはスタミナがあるはずだが、あ背中合わせでダイハード関西狙いか、あっと背中にエルボーを当てていった、危ない関西、まあ井上京子もね、あの関西のダイハード関西必殺技よく研究しているのか、背中合わせになったところをうまくエルボーで返していきました。おダルマ式ジャーマを狙うところ、お互いバックの取り合い、あうまい、この当たりはまさに京都ワールド、カウント2カウント2、
おー、小手。おー、ノーザンライトスープレックス。綺麗なブリッジだが、カウント2。さあ、ダイナマイト関西が今一歩一歩ニュートラルコーナーに駆け上がった。ん、あー、すごい、ポンポンと三角跳びの要領で投げていった。早いですね、早い早い、素晴らしい平行感覚、バランス感覚になります。まさにプロレスのアスリート申し子、そんな感じがします。井上京子、何をやらしても本当にセンスのある。今度は先ほどの返しか、今度は京子の必殺技、ナイアガラドライバー。あー、これは形が崩れてしまった。もう一回トライするか。なんとか関西もね、これはナイアガラドライバー食らってしまっては、関西もかなり急覚悟に落ちたの。大丈夫か。15分経過、15分経過。かろうじて関西の右肩が上がった。おっと、あ、スパイダーネストだ、スパイダーネストだ、リング中央、リング中央、スパイダーネスト、完全に下半身も決まっている、リング中央だ、危ないぞ、危ないぞ、危ないぞ、スパイダーネスト、危ない、危ない、関西ギブアップか、関西ギブアップか、危ない、危ない、大丈夫か、大丈夫か、今必死に JWP セコンド勢がマットを叩いている、なんとかロープに20リオローという関西であります。スパイダーネストどうでしょうか。まだフックが甘かったか。どうやらサードロープエスケープ、うーん、勝機を逸したか。井上京子、勝負に出たスパイダーネストは惜しくもロープブレイク。もう一回ナイアガラに行こうというところ。あ、水面蹴りだ。うわ、倒れながら顔に出るんですね、今。えげつないですよ、お互い。んー、どうやら消耗戦に突入してきた。ものすごい小手が今京子の顔面を襲いました。あ、なんですかこれは。もう四つん這いになっての小手合戦ですよ。何かこの泥臭いような、もう意地と意地の張り合い、そんな展開になってきました。基本的には泥臭いですよ、うん、あ、ラリアット。これだと本当に、ミネアポリス AW ですと、ええ、強くに、なんでしょうね、おっと、今度は、あー、もう顔面を、ロープ最上段の主導権の取り合いだ。ああ、この体勢はまずいぞ。何ですか、何ですか、何ですか。こっから方向を変えると、ダイハード関西か、ダイハード関西か、できるんですね。もうろうとしている、ダイハード関西か。うわー、これはすごかった、これは強烈。京子思わぬところで後ろを向いてしまったのが敗因か。フィニッシュはダイハード関西、流れ式のスプラッシュマウンテンであります、はい、確かにテクニックでいうと、はい、井上京子の方が勝ってましたよね、はい、一発一発にかける執念というかね、ダイハード関西選手、本当にそれこそゴツゴツした魅力っていうんですか、はい、そういうものを紹介しました。さあ、今勝利を確信したダイナマイト関西、がっちりと 握り拳を握って、観客にアピール。さあ、これで準決勝のカードが決まりました、はい、まずはコンバットトヨタ対北斗晶、はい、そしてもう一方は今勝ちましたダイナマイト関西と、先ほどトヨタマナミを破ったアジャコング、こちらも関西アジャというね、まあ、3度目の、ね、シンプル3度目ですね、3度目の戦い、武道館、有明、そして東京ドーム、はいはい、今関西2連覇してますから、
これはもうね、意地にかけても関西も負けられないでしょう。さあどういった準決勝になるのか、今から本当に楽しみといったところであります。V トップウーマン1回戦、井上京子選手を見事下しましたダイナマイト関西選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや最後はやはりダイハード関西、あれ出すしかなかったですかね。体格もそう変わらなかったんで、本当試合展開に悩みました。だから途中でスプラッシュマウンテン出すのが早かったせいかもしれないですけども、でも返すだけの力、思ってたことを知らなかった自分が甘かったですね。さあ全てが敵だというふうに試合前に語ってくれましたが、はい、残す敵、次の敵、アジャコング決まりました。どうしましょう。もう今回タッグシングル合わせて5度目ですか、今回が。負けたらもうどうしよう。今までの対戦成績というのは負けが多いです。それをね一気に跳ね返すためにも、今日すごいいい場所をもらったんで、必ずアジャコングを倒します。はい、頑張ってください。そして、はい、体力の方もね回復してください。ありがとうございます。なんだっけ、シアライクとの対戦がダメになって、やっぱプロレスになった時に、やっぱ今日は絶対勝たなきゃいけないなっていうのがあったんですけど、勝てばやっぱね、よかったんだろうけど、いやもう何も言うことないです。関西選手は強かったです。3回当たって3回、今日で3回目かな、全部もうきっちりとホール負けしてるんでね、すごい悔しいんで、今度は絶対返したいと思いますので、ファンの人も応援してください。一番勝つ日待っててくださいということで、第17試合はミスレスリングユニバースタッグサミットと題して行われます。まずは赤コーナーの両選手です。JWP のキューティー鈴木選手からお話を伺います。今日はこの混成チームということですけれども、はい、どうですか相手というのは。相手工藤さんのことは全然知らないんですけども、でもこの2人だったら大丈夫だと思います。なんかねすごく華やかな2人が揃って見てる方もワクワクするんですけれども。そうですね、この2人こそ東京ドームにふさわしい人だと思うんで、光り輝いて終わらせたいと思います。はい、そして全日本女子の井上貴子選手ですが、本当にねミスレスリングユニバースの名にふさわしいんじゃないですか。っていうそういうお祭り的なカードなんですけども、私はその中でシリアスに戦いたいと思います。はい、そういった激しい部分を出してください。一方の青コーナーのタッグチームです。まずは JWP の福岡光選手、今日は工藤恵選手と2人ですけれどもね、どんな戦いをしてくれますか。初めてですけれども、工藤さんのこと信頼してるん で大丈夫だと思います。あと華やかさでも私たちの方が絶対上なんで、全然大丈夫です。そういったね激しい華やかさ合戦というのも期待してますけれどもね。さあ FMW の工藤恵選手ですけれども、今日はどんな戦い方をしてくれますか。今日はあんまりこう変にこだわらないで、それぞれがもう思ったように戦えばすごくいい流れになると思うんで、頑張りたいと思います。なんとなくお祭り的な雰囲気にねこう包まれているような感じするんですけど。いや私はそんな感じはないですけど。そうですか。はい、本当にね、リングに花を咲かせていただきたいと思います。
堀米孝子 JWP QT 鈴木選手の入場です。数えること第17試合ということになりました、はい。V トップウーマンね、トーナメント一息置きまして、ミスレスリングユニバースタッグサミットというですね、まあなんとも現女子プロレス界の、まあ、綺麗どころ4人を全部集めて、まあ、こういうコンセプトのタッグマッチなわけですけれども、まあそれにしても越境タッグで、まあ、JWP の2人が、両方に散っているという、まあ、非常に変則的なタッグマッチということになりました。さあここでゴング、そうですね、 JWP の選手が知ってるわけですね、はい。そして注目は、はい、高子キューティーというふうに覚えた方が覚えやすいですね。そうですね、はい。さあまずは、まず最初に連携を見せたのはこの九度目と福岡ということであります。連携いいじゃないですかね。え、ええ、こうちょうどタイプ的にも非常にこう似たところがありますしね。さあこの九度目と福岡、お今度は逆に、あーキューティーとか高子がね連携を見せたんですけれども、今キューティーが吹っ飛びましたけども、わ高子のコスチュームがまたすごいですね今日は。お、あと福岡がプランジャー、そして工藤が向こう側にトペ。うん、まずは FMWJWP の越境タッグ、工藤福岡組がまずは試合の主導権を握ったような形か。さあ今やっとリング内、今度は福岡とキューティーの対戦、回を預けていったらカウント1。このキューティーと九度目というのも意外とフレッシュな顔合わせではあるようですね。まあおそらくこれあの FMW と JWP の交流戦あるいは対抗戦という意味では初めてですので、まあおそらく対戦するの初めてでしょう。さあまずは手四つでお互いの腕試しということになるんでしょうか。おっと力ではやはり工藤の方が勝っているのか。慎重さという気もします。あ、しかしキューティーは腕に噛みついて手四つを返していった。さあそしてご覧のように何か天の羽衣でも巻いているかのようなね、
そんなコスチュームで登場の井上貴子。この貴子と九度目というのもなかなか面白い顔合わせであります。さあ九度目を髪の毛を掴んで今度は場外だ。あっと場外でツームストーンか。これもデンジャラスな攻撃だぞ。ああいいですねこれは。花道で例の膝を顔面に打ち当てて、ああ、うん、ツームストーンパイルドライバーから、そしてキューティーのフットスタンプのおまけ付きというそんな感じの攻撃でありました。さあ井上貴子と FMW の工藤めぐみ、まあ、この貴子キューティー組というのももうこのオールスター戦ではある程度こう確立されたタッグという意味言ってもいいかもしれませんね。それはあるかもしれませんね。先日の、はい、武道館でもかなり息の合ったところを見せましたけれども、さあ一方の九度目と福岡というのはもちろん急増タッグ、まあ、そういった意味ではやはり試合の流れというのはキューティー高子組がリードしていくようなことになるんでしょうか。髪の毛を掴んでのキャメルクラッチ。おっと今何かセコンドとね言い合ってましたけども、キューティー DDT。 さあカウント1。さあ今度は高子、この辺り非常にスイッチワークがいい。おっと工藤目が得意の工藤が得意のフライングネックブリーカーで形勢逆転か。馬乗りになって先ほどの返しか。さあ工藤と井上貴子。工藤選手気が強いですね。はい、今ねキューティーが入ってこようというところ、自分でカットし、来た人をカットしちゃったという、いいですね。さあやっと福岡が出てきて、ああなんとなんと顔を踏みにじるという、まあ美形で打っているこの井上貴子にしてはちょっと屈辱的な攻撃か。さあお、まあこの工藤と貴子のこの気の強い合戦というのも結構ね見どころですよね。そうですね。借りて一発、満を持して登場は福岡。おっと打点の高いミサイルキックだ。カウント1で返す。福岡と高子ってのも意外とフレッシュな顔合わせかもしれません。今上から馬乗りになってバカ野郎と言いながら張り手をかましていった井上貴子。ロープに振って張り手。今の馬乗りになって張り手は本当にバリティーズコーンとかねそんな感じですよね。まあ何か気のせいかですね、顔面あるいは髪の毛とかですね、そういった攻撃が何かこの試合妙に多いようなそんな気持ちいたします。ジャンピングニーパット、この辺は最近キューティーが得意技にしている展開であります。蹴り投げして、おっと背中を蹴っていった。同締めスリーパーか。キューティーの同締めスリーパー、なかなか珍しい攻撃でありますけれども、ちょっと福岡がやられているか。ここで外れて、ああ今福岡の顔をかきむしていたのがキューティー。ああ髪の毛を掴んで離さない。やはりタッチワークという意味ではキューティー高子いいですね。そうでしょうね。スープラトンの攻撃。カウントどうか。カウント2。
お、バックを取り合って、うん、スープラ飛んで DDT。 さあ今度は福岡と田中、おっとサルトモルタルでうまく切り返して、お、ローリングクレイドル狙うか、ローリングクレイドルいった。あ、ちょっとニュートラルコーナーに詰まるか、しかしスピードがいいぞ。あ、かなりスピードに乗ってきましたローリングクレイドル、クレイドル。さあ福岡が今タガコローリングクレイドル、おー、かなりいきますよ、何周も回していきます、何周も回していきます、まだまだいきますよ。今ドームから拍手喝采がありましたが、カウントはどうか、カウント2。さあボディスラムから、お、得意のムーンサルトプレスか、ドームで華麗に舞った、まあフォームの綺麗さでは定評があります福岡のムーンサルト。ドームの天井をめがけて高々と舞いました福岡。ああ、うん、勢いよく入ってきた工藤でしたけれどもね、ノードアウトしの洗礼。さあフットスタンプか、フットスタンプ。ああ、工藤はこの技あまり食ったことないでしょうから結構効きそうですね。あ、うまくバックを取って、ん、得意の体ドラゴンスープレックスとカウント2。さあキューティー対工藤、あ、これはジョークレーカーというかジョークラッシャーというか、はい、ええ、顎をクラッシュしていくというね。キューティーの、ね、声がドームに響き渡ってますけれども、お、ジャンピングの DDT。 さあこの辺で、お、これはスティーブ・ゲームさんこういう入り方しますね、はい、サイドスープレックスの形からパワーボムに持っていくという。福岡もまあいろいろ技にバリエーションをつけていこうというところ、ダルマ式ジャーマンだ、これは綺麗に決まったがカウント2。うん、まあしかしここまでお互いどうも決め手を欠くような、お、オーロラのか、オーロラの形からうまくスープラトンのね、ダブルインパクト式のボディープレスを狙ったんですけれども、ここはよく見ていた福岡。ザロープに振ってセカンドロープから回転エビ固めはどうか、カウント2。さあすかさず工藤にタッチ、バックドロップを外して、お、キューティーがうまいフォローだ、この辺りは息がぴったり。さあバックドロップホールドの体勢、カウント2。今度はニュートラルコーナー、あ、うん、福岡がうまくフォローに入って、お、お、4人がなんと1つのニュートラルコーナーに入り乱れて、結局は雪崩式のノーアウト氏が今工藤に炸裂したが、カウント2。お、エンズインですか、今自分の膝をポンポンと叩いて、さあエンズインを狙っているエンズイン、そして福岡を完璧に抑えているキューティー。さあどうか、カウントどうか、ああ福岡がカットに入った、うん、キューティー抑えきれなかったが、お、2人いっぺんに上がって、あ、場外へ、場外へ福岡に、あ、しかし両方ともエンズインをかわされてしまった、エルボー一戦、うん、場外とそしてリング内、あの武道館で見せたようなね、エンズイニーの共演だったんですけれども、おっとフィッシャーマンズスープレックス、お、これどうか、カウント危ない危ない、あの面白い入り方ですね今ね、はい、はい、さあこの辺りキャリアではね、この中では最も長いこの工藤ですから、一律の長があるんでしょうか。お、お、あ、工藤目スペシャルですか、これは変形のドラゴンスリーパーですけれども、あ、
かしここはキューティーがフォロー。なんかわけわかんないことじゃん。そうですね、いやもうなんかぐじゅぐじゅになってきましたけれどもね、同士打ちなんだか、どっちがどっち攻めてるのかもよくわかんなくなってきちゃったような、そんな感じさえしますけども。そうですね、さあタイガースループス交通してます。はい、3か2、工藤選手のアピールという声もあるんですね。ああ。うわすごい、ここ今すごい音しましたけども、キューティーの膝がなんか痛かったんじゃないかって。円髄にっていうけど、今のは脊髄にっていう。脊髄ですよ、俺本当に。なんか変な音しましょう、骨みたいな。あ、やっと円髄に。円髄に行きましたね。お、そのままホールだ、危ないぞ。工藤もね、FMW でトップを張ってるレスラーですからね、そう簡単には3カウントというわけにはいきません。お、これは久々に見せるクロスアルオーロラスペシャルだ。いいですね、回転もね、うまい。やはりこの辺りはもうベテランの域に達している黒目。あーっと、これはひょっとしたら決まるのか。勝負どころで見てね、福岡がうまくキューティーにカットに入ったんですけれども、さあ黒目か、うわーっと危ない、危ない、九度目ドライバーそのまま真っ逆さま。いや、もう一回行くのか。ああ、怖い、そのまま真っ逆さま、デンジャラスな技であります。うわ、まだ行くのか、逆さ抑え込みを狙うか。ああ、もう一回、今度はドライバーの形にうまくまとめてカウント3。最後は、まあ、FMW の3番を背負っての工藤めぐみ、まあ、目立ったこれといったね、連携のうまさみたいなのは見られなかったんですけれども、はい、まあ、きっちりと工藤が決めたという結果になりました。今日の第17試合、ミシレスリングユニバースタッグサミット。工藤選手が自力を発揮したというか、はい、一番意地を張ったというか、なんかそういう印象の試合でした。はい、はい、ミスレスリングユニバースに輝いたのはこの4人の中では工藤めぐみだったということでしょう。勝利者賞は女子プロレスグランプリ副編集長安川達也様よりオリジナルプリント、そしてソニープレイステーション&最新ソフトが贈られます。また副賞といたしまして、株式会社放送資材センター代表取締役川上浩一様より、那須エビナールホテル1泊2日豪華食事券付き宿泊券が贈られます。勝ちました青コーナーの両選手がこちらに来てくださいました。どうぞおめでとうございます。中の方にお入りください。まず工藤めぐみ選手、さあ本当にね、目まぐるしい展開の中で最後決めてくれました。いかがでしたか。今日は後半自分が相手の得意技ですか、そういう技を受けてたんですけども、どのくらい効くのかなと、相手のそのフィニッシュホールドっていうのは、そういうのをなんか体で試してるうちに、最後は勝利のところっていうのかな、ポイントで自分のフィニッシュ技を持ってって勝ったような流れでした。なるほどね、はい、最後は勝ちを呼び込んだ形になりました。今日の対戦いかがでしたか。いや、ほとんど工藤さん一人で、向こう相手二人をなんかやっちゃってくれた感じだったから、いえいえ、私あんまりね、そんなに工藤さん力になれなかったなって感じで、でフットスタンプ、ムーンサルトのフットスタンプもね、狙おうと思ったんですけど、なかなかね、タイミングとかなくて、かえってすいません、足手まといになっちゃったのに。いやいや、でも急増コンビの中でもね、本当にうまくまとめて見事に勝利を呼び込みました。おめでとうございます。はい、そうですね、なんか別に いい試合というか、試合に勝ちたいという気持ちはすごい強かったんですけど、
いつも通りやっただけで、周りがすごい思ってるようなライバル意識とかはなかったし、ただ今回の試合はやっぱり前よりコンビネーションで、すかされたり相打ちになったりとかが多かったのがやっぱり負けちゃった原因じゃないかなと思います。試合の感想じゃないかもしれないんですけど、福岡選手とだいぶ前に試合当たって、情報誌ですか、情報が分かんなくて試合とか見たりしないんで分かんないんですけど、That's pure heart だとかなんとかアホみたいなこと言ってるみたいなんだけど、はっきり言って全然昔の方が良かったし、なんか今バカみたいに試合中喧嘩とかなっても結局勝てないわけだから、ほんだったらもっと練習積んで、本当私とキューティーに向かってくるのはまだまだ100年早いかな。あとは工藤選手はそれなりにすごい強い選手だなと思うんですけど、なんか別に、なんだろう、ポーカーフェイスだからあんまり闘志がメラメラ湧いてこないのか分かんないんですけど、なんかあんまりプロレスを仕事だとか自分の好きなものだとかそういうもの以外でやってるような気がして、全然心が通じ合わないからやってられないかな。本当に負けたから負け惜しみみたいに聞こえて本当負け惜しみになっちゃうんだけど、本当キューティーとのタッグはすごい息があるし、もっともっと組んでいけば、団体が違うからなかなか組めないんですけど、もっと組んでいけばもっとお互いにいいところもっと引っ張れると思うし、もう一回もう一回もう一回っていつも言ってますけど、もう一回ぐらいね組んでやりたいです。